5級スーパーラジオに使われる代表的な真空管左から 6B6、6BA6、6AV6、6AR5、5MK9 ここでは真空管電子管あるいは熱電子管などと呼ばれるものについて解説する。真空管とは内部を高度な真空とし電極を封入した中空の管のことである。陰極から陽極に流れる電子流を制御することによって増幅。 検波、整流、発信などを行うことができる。構造としては、一般的にガラスや金属あるいはセラミックスなどで作られた容器内部に複数の電極を配置し、容器内部を真空もしくは低圧とし、少量の気ガスや水銀などを入れた構造を持つ。原理や機能としては、電子を放出する電極を高温にして、熱電子放出効果により、 陰極表面から比較的低い電圧により容易に電子を放出させ、この電子を電界や磁界により制御することにより、増幅、検波、整流、発信、変調などができる。二極間が発明されたイギリスを中心とした欧州で、主にその電極の数により、二極間のことをダイオード、三極間のことをトライオード、四極間のことをテトロード、 五極管のことをペントードという。さらに二極管の中でも清流に用いるものを特にレクティファイアと呼ぶこともある。真空の管の構造をした小型管で増幅などを行う素子は発明当時から真空管と呼ばれて発展したが、後になって大型管、ブラウン管、マイクロ波管など機能が異なるものや似た機能を持っているが内部が真空でない放電管などが出現し、 これらを電子管と総称するようになり、従来、真空管と呼ばれた小型管は、受信管と呼ばれるようになった。つまり、真空管という言葉は、古風な用い方としては競技にもっぱら小型の真空管を指すが、今では競技に小型のものに限らず、真空もしくは低圧雰囲気空間における電解や磁界による、電子の様々な振る舞いを利用する。 素子全般を総称する用法もある。容器内部を真空もしくは低圧とした陰極線管、プラズマディスプレイ、放射線、源の管、放射線検出管なども真空管の一つである。日本語ではジャーゴンで球、あるいは白熱電球と同様に管球とも呼ばれる。例えばトランジスタ仕様のアンプに対して真空管仕様のものを玉のアンプという。また、 セットに使っている真空管の本数を称して、n 級という言い方をする。例えば、a m ラジオ受信機の代表的な構成の一つである、真空管を5本使用したスーパーヘテロダイン受信機を5級スーパーと呼ぶ。なお、単に数えるときの助数詞は本、本一方、真空管の代替として発明されたトランジスタなどの半導体素詞はジャーゴンで、 石と呼ぶことがあり、回路での使用数を表す助数詞は石が用いられた。21世紀では一般的な電気電子回路において汎用的に用いる目的の素子としては多くが半導体素子に置き換えられ、真空管はその役割をほぼ置いているが、半導体では実現が難しい高周波、大電力を扱う特殊な用途での増幅素子として、 現在でも使われており、日本でも放送局用、また防衛省向けとして製造されている。またオーディオアンプや楽器用アンプなどでは、現在も真空管による増幅回路がしばしば用いられるため、それらの用途のための真空管が現在も製造されている。一方、特殊な真空管の一種であるマグネトロンは、強力なマイクロ波の発生源として、 電子レンジやレーダーなどに使われ、現在でも大量生産されている。テレビ受像機などに用いるブラウン管も抗議の真空管であり、世界で量産されているが、薄型テレビへの移行から減少傾向にあり日本国内での生産は、オシロスコープなどの測定器などを除き終了している。他にも、X 線を発生させる X 線管や、 高精度高計測に用いる光電子増倍管、核融合装置のマイクロ波発生源など、真空管は高度で、先端的な用途に21世紀現在も使われている。プラズマディスプレイや蛍光表示管などには、長年にわたり蓄積された関連技術が継承されている。東日本大震災で事故を起こした、福島第一原発の現場では、真空管はトランジスタより、 放射能の影響を受けにくい性質を利用して人が安全に立ち入ることが困難な場所における現状確認と廃炉作業のためのロボットに搭載するカメラなどに真空管を用いることが予定されている。また、MOS 型ヘッドやバイボーラトランジスタと真空管の構造を合わせ持つ真空チャンネルトランジスタの実用化も徐々に現実味を帯びつつあり、 デジタル回路の高速化のほか、高速動作を活かしたテラヘルツ波の送受信回路、そして、真空間同様に放射線の影響を受けにくいことを活かした人工衛星への利用も期待されている。エジソンが白熱電球の実験中に発見したエジソン効果が断緒となり、その後フレミングが発明した素子が二極真空間で、三極真空間はリード・フォレストが発明した。 すでに白熱電球の製造技術があり、リード・フォレストの真空管は、ウェスタン・エレクトリック社でも、リード・フォレストの特許のもとに生産に移され、1914年には、三極管は、電話回線のリピーター回路に汎用され、タイプ M が製造された。1915年のバージニア・アーリントン間の大陸横断電話回線の、実験においては、550本の真空管が、 使われたとされている。使われた真空管はタイプ L、タイプ W、タイプ S であった。アメリカ軍ではフレミングバルブを使っていたこともありフランス製の通信機を使っていたが第一次世界大戦末期フランスからの R チューブの供給が滞るようになり急遽タイプ J から耐震構造化した受信用検波増幅管である VT-1 が タイプ L をもとにタイプ K の後継艦として送信用も、ワット型発信編長艦であるタイプ E が製造された。1929年には五極艦が登場し、1935年に画期的なメタルビーム艦が登場。これにより基本となる真空艦技術が完成した。初期のコンピュータには大量の真空艦が使用され、寿命の揃った 真空管を大量に調達するのが製作上の難関の一つだった。例としてエニアックには17,468本が使われている。しかし、などの欠点があった。トランジスタが発明され1960年代以降には生産部止まりが高まって安価になると放送、通信分野の機器においては次第にトランジスタにとって変わられることとなった。 その結果、主回路に真空管を使用したテレビ受像機やラジオ受信機は1970年代に入ると生産が中止された。なお直接的な欠点ではないが、トランジスタではコンプリメンタリの阻止が得られるという特徴があるが、真空管では原理上単一の極性のものしか得られないことも理由の一つであった。電子回路に 半導体が広く使われるようになった1970年代においても、高出力で遠パ送信というような用途では、真空管が主に使われていた。1976年に起きた、ベレンコ注意亡命事件で、ミグ -25 の機体検証で、搭載電子機器類に真空管が使用されており、話題となった。真空管の形状オームに6つの形態がある。ST 管は、 上部のくびれ形状下部のテーパー形状から ST 管と呼ばれるようになったとされている。また、形状に由来した呼び方としては他にダルマ管もある。この他に外装を金属としたメタル管がある。メタル管は金属の筒で覆われているため、外から内部を見ることはできず、放熱効率を高めるため一般的に黒く塗装されている。 メタル管は大文字を使い MT 管と表記することがある。これはミニチュア管と区別するためである。さらに1本で2本分の働きを持たせた複合管がある。MT 管以降の小型真空管は機器単体に多くの真空管を利用するようになり、その小型か多様化需要によって主力となったものである。ただ小型の真空管そのものは 真空管実用化の初期にはすでに作られており、1919年頃には、ピーナッツチューブと呼ばれる、MT 管よりも若干大きめの真空管、We-215A が登場している。しかしこれは、初期の真空管の使用が、電池に頼っていたことから、その主な目的は節電であり、We-215A などは、経済管とも呼ばれていた。発熱する。 真空艦では無理な小型化は望ましいものではなく、その後間もなく電灯が普及し、電灯船による使用が一般化したことから、メタル管が登場した1935年以降、一部の目的を除き、民主には主に ST 管、軍需には主にメタル管という状態になった。真空管は RCA 社のメタル管により、 技術的にほぼ完成されたものとなったが、メタル艦は軍需により開発されたものであり、コスト高であった。そこで、低コストでメタル艦に劣らない、所得性を持つものとして、GT 艦が考案され、主に民需用として用いられた。GT 艦は米国ではかなり普及したが、日本では太平洋戦争の影響と特許の関係で、あまり生産されず、戦後、ST 艦から直接、 MT 艦へとその需要が移行した。第二次世界大戦後の本格的な需要により、真空管本体とピンを一体とした MT 管が主力となり、世界各国で広く生産された。その後、ピンを排してリード線をそのまま真空管本体から引き出すことにより、さらに小型化したサブミニチュア管が作られた。そしてトランジスタとの市場競争となった末期の ニュービスタ缶はプリント基板に搭載して使用する目的のため、当時のトランジスタと同じ程度の大きさまで小型化が進められた。なお、現在も生産が続けられているオーディオ用、真空缶などでは、オリジナルのものはメタル缶や GT 缶であっても、ガラス缶部が ST 関係上となっているものなどもある。真空缶の役割は21世紀になって、ほぼ終焉しているが、 高周波大電力の用途では2013年現在でも真空管が用いられている。トランジスタなど半導体と比較した主な特徴、長所は次の通りである。一方で短所は次の通りである。二極真空管による整流作用二極真空管の模式図に、極真空管はガラス管の中にフィラメントとフィラメントに向き合う板状の電極を封入したものである。 真空中でフィラメント電極に電流を流すと加熱され熱電子が放出される。この時フィラメントを基準にしてプレート側に静電圧を与えると放出された熱電子は静電下に引かれ陽極に向かって飛ぶ。この結果フィラメントからプレートに向けて電子の流れが生じる。すなわちプレートからフィラメントに向かって電流が流れることになる。また、 プレートに不電圧を与えると熱電子は不電化に反発してプレートには達しない。したがって二極間はプレートからフィラメントに向かう電流のみ通すことになり整流効果が得られる。模式図では電極を並列に書いてあるが実際の製品ではフィラメントを取り囲むような筒状のプレートを持った構造が普通である。二極真空間はダイオードと呼ばれたが今日では 同じ機能を持った半導体素子を半導体ダイオードあるいは単にダイオードと呼ぶのが普通である。電源整流用のものはプレート電流が大きく発熱も大きくなることから寿命が短いことが多い。機器により立ち上がり時間、突入電流の問題はあるが半導体のダイオードに置き換えることが可能なため自作アンプや真空管ラジオの補修等で 生流管のみ半導体に置き換えることも行われている。自動車用電球には、全小灯や静動灯のように、ダブルフィラメントのものがある。このうちの一方のフィラメントのみが切れた状態のものは、残ったフィラメントをヒーター、切れた方の電極をプレートと見れば二極真空管と、同等の構造を有していることとなる。内部に不活性ガスが封入され真空でないものは、 うまくいかないが、ガス圧が極めて低いものはフィラメントに適当な電流を流して、整流作用を観察できる場合がある。三極真空管による増幅作用三極真空管の模式図二極管のフィラメントとプレートの間に洗い網状の電極を配置する。この三極真空管におけるグリッドは陰極に対するその電位を変化させることによって陰極、 陽極間の加速電解を増強、または抑制させる役割を持っている。二極間と同様に、プレートに対して静電圧が加えられると陰極から放出された熱電子がプレートに到達する。その時一部の熱電子はグリッドに引き込まれるが、多くの電子はグリッドを通り抜ける。異常により、グリッドに与える電圧の変化をプレートから 電流の変化として取り出すことで、信号の増幅が可能になる。4極真空管、5極真空管、3極真空管の増幅率を高めるには、グリッドを細かくして、多くの電子を補足したり、グリッドを仮想度に接近させて、電子の軌道への影響を大きくしたりする方法が考えられる。いずれも高いプレート電圧が必要となるため、低いプレート電圧で用いるには、 グリッドとプレートの間に第二グリッドを設け静電圧を加える。これを四極真空間と呼ぶ。第二グリッドはプレートとグリッド間を静電遮蔽し浮遊容量を小さくする作用もある。しかし四極真空間は安定に動作しないことが多い。それは仮想度からプレートに到達し、プレートから反射放出された二次電子が 第2グリッドに吸収されて電位が変化し、全体の増幅特性に影響するためである。その問題を解決するため、第2グリッドとプレートの間に第3グリッドを設け、仮想度、またはアースに接続したものを極極真空間と呼ぶ。プレートから反射放出された電子は、第3グリッドによって再度反発されるため、二次電子の影響がほとんどない、安定な動作が可能となる。 また、四極真空間の第一グリッドと第二グリッドの位置を電子が一点に収束するよう調整することでも二次電子の影響を減少させることができる。これをビーム真空間と呼び、高効率の動作が可能なため電力増幅に多く用いられる。陰極の加熱方法について分類した呼び名に、自加熱管と防熱管がある。防熱管の方が長所が多く、 防熱管の発明以降は、一般的に防熱管が広く用いられた。A 電池、B 電池、C 電池真空管はその原理上、プレート、仮想度管にどうしても高い直流電圧を必要とする。この高い電圧の直流を供給する電源のことを B 電源という。一方、ヒーターなどには低い電圧を必要とする。 この低い電圧の直流を供給する電源のことを A 電源という。また、特に電力増幅用の集団間のグリッド電圧を仮想度に対して負に保つために共有するバイアス用電源を C 電源という。A、B と対別する電源の故障は、回路上の直流電源系統を分け、すなわち低圧を A 系統、高圧を B 系統とすることから来ており、 ラジオニュース1926年11月号において、すでにその統一が見られる。なお、初期の真空管はすべて直流電源により動作させるものであったが、後にそのヒーターについては、低圧の交流でもそのまま用いることのできる、棒熱計に改良された真空管が登場し、広く交流により動作させるようになったことから、ヒーターを動作させるための低圧の交流もしくは、 直流を供給する電源のことをヒーター電源と別個するようになった。なお、真空管の欠点の一つにはヒーターの寿命や特に電力増幅用真空管ではヒーター電流を多く必要とすることがあり、1970年代頃までの真空管を用いたアマチュア無線用無線機等に機器全体を動作させるパワーとは別にヒーター表示のある 電源スイッチが設けられていたものがあったのはこのためである。ラジオ放送が開始され、その初期の家庭用真空管受信機は電灯の普及が十分でなかったことから B 電源用に多くの蓄電池や乾電池を直列につないで用いていた。その後まもなく交流配電の普及に伴い、電灯線から得られる電力を変圧器により昇圧。 機器内部でに極真空間により整流して用いることができるようになり、電動線から電力を得る、固定して用いる機器での B 電源の問題は解決した。しかしラジオ受信機などにおいては、その携帯可能なものが早くから望まれており、比較的低い電圧で動作する真空管が開発された。その後、携帯機器への使用のため、 電池での使用を前提とした小型、省電力の電池管が開発され、これを用いた携帯機器が開発されると、その B 電源用として 67.5V や 45V の乾電池が使用されるようになった。これを B 電池と呼んでいた。90年代まで FDK が製造していたが、衰退に伴い、日本国内からは姿を消した。日本国外では、エバレティ等では、 現在も生産されているが、日本国内での入手は困難でかつ効果である。現在アマチュアでは、トランジスタラジオ用の 006P 電池や 3V のリチウム電池を複数個使用して代用しているのが、散見される。学研の大人の科学では、B 電池に 006P 電池を5個使用し 45V にしていた。A 電池、C 電池は 1.5V から 6V が多く、 一般のターン1型やターン2型が使用されていた。なお、この 67.5V という電圧であるが、電池管の規格とは別に、1926年にクライドフィッチにより発表されたバッテリーカプルドオーディオアンプリファイアにおいて、プレート用電源として 67.5V の電池仕様の記載がある。第二次世界大戦中、特に日本では金属材料が不足し、 いわば銅と鉄の塊であるトランスは貴重な軍需物資となり、トランスを用いない回路が使われるようになった。これは、使用真空管のヒーターを、同一の特性を持つものとして直列に接続、合計電圧を電灯線電圧に合うようにして、電灯線に直結、さらに電灯線の 100V を直接整流して、B 電源を得る方式である。 絶縁症と中性層の接続が逆の状態で、金属車子部分にうっかり触れると感電する、またヒーターの特性にばらつきがあると均等分をされないことからヒーター寿命が短くなるといった欠点があるが、戦後は真空管の品質向上に伴い、今度は主に小型、軽量化を目的として、末期の家庭用ラジオ受信機などに多く用いられた。 サウンドウォーリアー SW-10 真空管アンプ MT 管仕様のパワーアンプの一例 EK ジャパン射精 TU-870 使用真空管はエレクトロハーモニックス射精 6BM8 オーディオマニアの機器や歪みも音作りの一部として取り入れる楽器用アンプでは今日でも比較的多く真空管が使用されるオーディオ用真空管は 電築の需要により、1927年に開発された出力感 UX-250 に橋を発する。真空管を用いたアンプの音を良いと感じる原因には諸説ある。その中で、かつて最も有力だった説は、真空管がバイオンの奇数倍の周波数である奇数時高調波歪みを低減するという主張である。その主張によると、 奇数字高調波歪みが減った結果、相対的に多数倍の周波数の偶数字高調波歪みが増える。偶数字高調波歪みは、楽器や自然界の音に多く含まれる周波数で、その偶数字高調波歪みが多いと、音は人の耳には自然に、あるいは生々しく聞こえる。一方、奇数字高調波歪みは、人の耳には深い、または、 金属的に聞こえる周波数でトランジスタアンプの音にはその奇数倍周波数が真空管アンプの音よりも多く含まれている。そのため真空管アンプは良い音を出すというのが愛好家の弁である。ただし現在のトランジスタアンプやデジタルアンプは歪み率の絶対値自体が真空管アンプよりもはるかに小さく、また真空管アンプでも プッシュプル回路とすれば、奇数次歪みの方が優勢となるため、真空間式プッシュプルアンプは、良い音を出すことの説明にはなり得ない。そもそも音の好みは10人10色であり、それは、真空間アンプの音に関しても、例外ではなく、トランジスタアンプやデジタルアンプの愛好家からは逆に、悪い音との評価を受けることも、珍しくない。一般的なアンプの特性評価項目である。 各軽波応答特性や歪み率、周波数応答特性などで明らかにトランジスタアンプやデジタルアンプの方が優れている場合でも聞き比べると良いと感じる愛好家も多い。このように人の持つ聴覚特性と個人の思考によるところの大きいオーディオアンプは21世紀においてもオーディオ用真空管を用いる方がトランジスタを用いるよりも簡単な構造で 好みの音を得られる場合があり、自作オーディオマニアが真空管アンプを自作する例もよく見られる。これらのオーディオ用真空管は中国や東欧諸国などで2013年現在も製造が続けられているほか、2010年に日本の高槻電気工業が35年ぶりに TA-300B、TA-274B TA として生産が行われており、 2015年に日本のコルムとノリタケイセ電子が共同開発試作した蛍光表示管技術に基づく新型真空管、ニューチューブが発表された。アメリカ RC 衛星808電力増幅3極管。送信用の玉田が21世紀になってオーディオアンプへ流用例が MJ 無線と実験紙等に掲載されている。 スーダンの比較的簡単な構成の増幅回路でも、オーディオ用真空管を用いると、特に直線増幅範囲を超える入力に対し、個性的な歪み出力を得られることから、特にギターアンプでは、セミプロプロ用の多くの機種が今でも、真空管方式を採用している。このため21世紀でも量産を続けている、ロシア、スロバキア、中国などの生産数は増加傾向にある。 これらのオーディオ用真空管の一部には、その型番は同じでもオリジナルのものよりも、最大定格が改良された製品が供給されている。しかし、例えば長期信頼性や残留ノイズなどの面では、ほとんど改善されておらず、むしろオリジナルのものより劣っているものも散見される。オーディオ用真空管は、その前世紀には、家庭用オーディオセットから通信、 放送機器用をはじめ軍事、医療用といった高い信頼性を求められる分野まで汎用されていたが、21世紀においては、趣味、思考品としての用途が大半である。工業製品である以上真空管は、同じ型番であっても、特性のばらつきがあるが、半導体製造ほど大きな製品偏差幅ではないため、トランジストのように製造後に増幅特性によって、 区分けし出荷するようなランク付けはなされない。したがって、使用機器は、すなわち機器設計の段階において、そのばらつきを考慮して回路に余裕を持たせ、必要な調整箇所を設けるのが普通である。前世時代には、信頼性や残留ノイズヒーターの立ち上がり時間の規定などによって、同じ型番の真空管でも枝番をつけたり、用途記載して販売が行われていたは、主に、 ローノイズクタであったまた、真空管は、使用に伴って、ヒーターは、白熱電球と同じく消耗、仮想度のエミッション特性は徐々に減少、管内の真空度は低下、電極風支部の絶縁は低下するというように特性が変化するため、多くの真空管が実用に供されていた頃、業務用途では、チューブテスターと呼ばれる専用の測定器を備え付けて、 定期的にその特性を確認しながら用いていた。2013年現在でも同じ型番の真空管で製造者の違いなどによってその良し悪しを言われることがあるが、これは製造者や供給者の選別基準のほか、元々の真空管の使用材料などに起因する特性変化の程度や寿命の長短を指しての評価も含まれている。真空管の製造工場では、 全数特性検査を行い合格品のみを出荷している。しかし21世紀以降のオーディオ用真空管は高級志向となり、その合格品をさらにセットメーカーや商社が特性検査で選別したものを販売している場合も少なくない。これらの供給者はアメリカを中心に多数存在しており、代表的なのはグルーブチューブズ社やルビー社などである。 これらの供給者独自の規格に基づき再検査がなされ、合格品は、その供給者のブランドで、主に楽器店で販売されている。一般に供給者の規格は、非常に厳しく設定されており、選別漏れした製品についても十分実用となるため、秋葉原の他の店などで販売されていることがある。しかし選別漏れしたオーディオ用真空管と合格品と比べると、 微妙な音質の違いが、長官上でも感じられることもある。プッシュプル増幅回路では、特性がおおむね揃っているものを2個用いるのが、望ましく、製造工場、商社、販売店のいずれかで特性が近いものを選別して2個、1セットとして販売されている。これを、ペアチューブなどと呼ぶ。真空管は、強い振動、衝撃により、内部電極の位置が変わり、 特性が変わってしまうことがある。特に旧型の真空管や精密な内部構造を持つものなどの場合、内部で電極やヒーターがタッチして使えなくなることもある。例えば大型の送信管、光電子増倍管などは、その輸送時の梱包は特に厳重にされる。輸送中のみでなく、一般的にその通電使用中はさらに振動、衝撃に弱い。また、 一般的に小型のガラス製オーディオ用真空管は、電球と同じく、鉛ガラス、または、石灰ガラスによって作られているものが多く、またおおむね1950年代を境にして、ガラス管の作りの管理と検査が徹底されるようになったことから、今日のオーディオ用真空管ではまず心配はないが、これ以前に製造された古い真空管を使用する場合、ガラスの厚みに、 バラつきのあるものがあり、素手でガラス面を触るなどして、油脂汚れを付着させた状態で使用すると、割れることがある、電気が改変電気材料。真空管の特性が安定するまでには、ある程度の使用が必要なので、直流増幅器などの精密な調整の必要な回路に、新品の真空管を使用する場合では、しばらく使用して特性が安定した後、 使用者側で回路の再調整を行う必要がある。真空管の特性を安定させるために、真空管を一定の条件で使用状態に置くことをエイジングという。ほぼ全ての真空管はその工場出荷時に規定のエイジングを完了させ、すぐにその性能がほぼ発揮できるようにしてあるが、精密、繊細な性能を要求するものについては、加えて使用者の機器に実装して、 短時間のエイジングを行い、特性が安定した後、回路の微調整を行う。ただし通常の真空管アンプにおいて、これを要求するものは少ない。ハイファイ真空管の一例、東芝製 12AU7A 高信頼感は、蒸気の合格品から、さらに特性別で選別したものや、ラインやロットの管理、精度の高い部品使用を行っている。観光庁や研究所の危機器、 無線機器、軍事、医療向けの真空管となっている。軍用の高信頼管は一般に数字表記となっている。これらの真空管は一般では効果かつ入手が難しいものだったが、1990年代以降は軍の放出や倉庫在庫の流通によって比較的安価である。また高信頼管に似たものに堅牢管が存在する。振動や衝撃に耐えうるように設計。 製造された真空管で真空管名の末尾に W が付く。なお、高信頼と剣道の双方を備えた真空管も存在する。こちらは軍用である場合が多い。軍用の高信頼管は一般的に無地の箱に真空管名、メーカー名、製造国、梱包尾、オーダー元が明記してあり、それらと共に乱数上の数字コードが書かれている。 米軍向け真空管は JAN 規格に基づくため JAN5749 ワットのように表示される。英国軍用は同様に CV 規格が存在する。また CV という表示はオーダー元表示に米軍でも用いることがある。オーダー元は基地や部隊コードのほか空軍では P-51 等を使用する機体名と機体番号が書かれる。 梱包日は、オクトーバー1951や89、02などと表示される。軍用艦は、多数の真空艦メーカーの入札性によって発注するため、箱の中の真空艦メーカーが一致しないことがある。ごく稀にのす品として、白丸に航空券や桜のマークに航空券と印字された真空艦が流通しているが、全者は航空機向けに、 航空会社野球運輸省が試験した真空管、後者は航空自衛隊が選別したことを示すものでメーカーが選別した真空管をさらに選別し特性を規定値以上に揃えたものである同様に日本放送協会を示す NHK と印字した真空管が存在しているがこちらも放送機材向けに選別した真空管である ノス品や中古級として流通しているがこれら、放出品はすべて一定の条件によって使用、交換されたものである。価格は、ステネ同然のものから、オーディオ用ペア缶に相当する高額なものまで存在している。一般向けの高信頼缶は、アマチュア無線用に通信用、測定器向けに測定用、双方に利用できる通り測用、オーディオ向けのイファイ、Fi ハイエースが存在するほか、ただ単に高信頼と書かれる場合もある。東芝、松下、店頭各社から販売され価格は一般用と大差はなかった。2013年現在の販売価格もオーディオ向けを除き汎用と大差ない。真空管名末尾の記号表示には堅牢管の W のほか、防熱管でヒーターが13秒で完全点灯することを示した。 AA が存在する。こちらは21世紀現在、オーディオ向け真空管によく見られる。以上の真空管は、それぞれの用途向けに製造、選別した真空管ではあるが、他の用途にも使用しても全く問題ない。ありがとうございます。